はい、皆さんこんにちは。新岡で活動している背骨コンディショニングの三村です。今日のテーマはですね、O脚を改善するための筋トレと矯正方法、これをご紹介していきたいと思います。はい、でまあコメントね、いただきました。O脚ということですね、今回テーマをやっていきたいと思います。はい、皆さん O脚ありますか？はい、O脚ありますか？ちょっとそれもちょっと違うかもしれないですけどね。はい。まあ、皆さん O脚ね、悩んでる方、まあ、意外と多いかなといったところで、特に女性の方が多いっていうのね、よく言われてます。はい。で、お医者様にですね、結構こう、膝を、まあ、治療ということで、まあ、多いのがやっぱり変形性膝関節症とかですよね。はい。膝がまあ変形してしまうというところ。で、結構その太ももの前の筋肉を鍛えなさいっていう言われてると思うんですけども、実はそれね、ちょっと違うんですよ。はい。で、今日はですね、そこら辺も含めてしっかりと、解剖学上で、ご説明した上で徹底解説ということでね、やっていきたいと思います。はい。まあ、ぜひ最後はですね、動画をご覧いただいて、学んでいただいて、自分の体操で矯正方法、筋トレっていうのをね、腑に落としてやっていただければ嬉しいです。はい。ということで、やっていきたいと思うんですけど、皆さんちょっとね、最初告知なんですけれども、コロナウイルスで、まあ、自粛はね、非常事態宣言解放されたというところで、まあ、普通にね、歩けるかなと思うんですけれども、まだまだちょっとね、不安だったりとか、まあ、いろいろね、あると思います。で、やっぱりその、IT が発達して、自宅でもこう、サービスを受けられるようにしたいなと、僕、開発をちょっとね、しておりまして、オンラインサービスを、開発しました。で、皆さんにね、いろんな方にね、やっぱりこう、まあ、今、新大阪までやってますけれども、例えば大阪だったりとか、まあ他ももっと沖縄とか北海道でもう、もう世界中つなげられる状態ですので、まあこのね、画面を通してレッスンっていうのもね、できますので、それもね、サービス展開しております。なので、皆さん、ここだけの話なんですけども、まあ通常ですね、2000円で初回体験、受けられるんですけども、この YouTube を見てる方、先着5名様に限り無料で、体験していただけるというふうにですね、ちょっとやっていきたいと思いますので、皆さん、お申し込みしていただければ、こういうふうに画面を通してになりますけれどもね、初回無料というところで体験できますので、皆さんぜひお申し込みしていただければ嬉しいです。ということで、早速解説していきます。じゃあ皆さん最初なんですけどもね、股関節の検査っていうのをね、やっていきます。まあ、仙骨枕の、セルフ矯正っていうところで検査のね、ご案内をしましたけども、あれぜひやってみてください。ちょっとね、おさらいということでやっていきたいと思います。仰向けに出ていただいて、で、外側に、足を、はい、立てていただいたら、そのまま外側に通します。で、これで拳何個分入るかですね。で、この時左手で、左のここ、腰骨をしっかり押さえます。その上で拳何個分入るかっていうのがね、はい、結構たまり股関節のねハマりが悪い方は結構拳が 2,3 個あったりとかします。はい、まあこんな感じですね。はい、で反対側も右の腰骨をしっかり押さえた上で左側の、足を倒していただいて、で拳が何個分入るかっていうのをですね、チェックしていきます。はい、それで、股関節の、検査ですね。最初にこれをしっかりとやっていただく。いう感じですね。はい。はい。じゃあ皆さんですね、今このようにですね、タオルを巻いていただくというところで、まあ、前回の動画でもですね、タオル、巻くっていうところで、まあ、二重にしてね、タオル巻いていただくのが、ね、いいと思います。はい。で、今回はちょっとね、この仙骨枕のこの面を使って矯正っていうところでやっていきたいと思います。はい。皆さん仙骨の位置に当てがってあげて、こういうのを置いていきます。はい。で、まあ、このようにですね、仰向けに寝ていただいて、で、そのまま、平泳ぎをするような感じですね。はい。で、足をこう、ぐるぐる回していくっていう感じなんですけれども、これめちゃくちゃおすすめです。これ、股関節がですね、こう緩まりながら仙骨はめていくみたいなね、そんな感じになります。で、結構動きが多いんで、仙骨の中がね、ずれることがあるんで、そこはまあ、微調整しながらやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、外回し、内回し、それぞれですね、10回ずつ行っていくっていう感じですね。はい。ちょっとね、今、映像が見づらいと思って位置変えました。はい。で、反対回しっていうところで10回、やっていくという感じです。はい。仙骨をしっかりと収めながら、股関節を緩めていくっていう、体操、矯正になります。
ちょっとね、画面を変えてちょっと見やすい位置にね、変えてみました。まあ、こんな感じでですね、こう大きく回すんですけれども、やっぱりこう股関節意識して回していくって感じですね。はい、で結構その膝下でこう、足を動かすということじゃなくて、股関節を大きくぐるぐる回していきながら、で仙骨をちょっと意識するっていう感じです。はい、なので、まあ、外側に、ね、ほんと広げていくって感じですね。そこをちょっとね意識して10回、それぞれやってみてください。で今度はですね、仙骨枕を使わない種目の、股関節のセルフ矯正っていう形で、前のですね、仙骨枕を使って股関節矯正するって言ったところで大天使って話しましたよね。でちょうどその大天使のところに自分の手のひらをあてがってあげて、外側に回しながらグッと押し込む感じで、この時に後ろ足の、くるぶし、それをしっかりと地面につけるようにして動かすって感じですね。はい、反対側も同様です。外側にグッと回して入れ込みながら、はい、内くるぶしを地面につけるっていう形でですね、これも10回やってみてください。でこれしっかりグッとこうはめる感じです。はい、はい、今度はですね、ちょっと筋トレっていうところで、ね、ご紹介していきたいと思います。使うツールなんですけれども、まあ、ゴムチューブのセラバンドってやつですね。これ使っていきます。でこういう風にですね、膝のところでしっかりと結んであげて横に寝ていきます。でちょっとこれすごいシンプルなんですけど、そのまま上の足を上に持ち上げていく。でしっかりと90度、膝を90度に曲げたポジションで上に持ち上げていくという感じですね。はい、でしっかりと、負荷をかけたいので、まあ、もうちょうど膝の上あたりにですね、セラバンドを位置してあげて、で開いてあげるって感じです。はい、まあ、動きとしてはこんな感じですね。はい、でちょっとですね、結ぶのがですね弱くなっちゃうとですね、やっぱ負荷がかかりづらいので、しっかりとギュッと結んで負荷をかけてあげるっていう風にしてください。やっぱりこう負荷がない状態だと筋肉ってやっぱり成長しづらいので、しっかりと、負荷をかけてあげるという感じですね。で筋肉なんですけども、狙う筋肉これです。ちょっと画面出てきましたけど、大臀筋っていうね、お尻の筋肉です。でこれ表面の、筋肉になります。でプラス外側に開くっていうことで、いろいろタグが載ってるんですけれども、これ深層外旋六筋っていうんですね。で皆さん、この大天使っていうところですね、ここに、筋肉が付着してるんですよ。でこれは外側に、開いてあげることで、この筋肉が、しっかりと力発揮される。要するに、ここをしっかりと鍛えられる。でつまりは股関節がしっかりと安定的にはまる形になるんで、この筋トレってめちゃくちゃおすすめなんですよ。まあ、その形ですね。でこれ、回数ですけれども10回やってあげてください。はい、ので、ここで 1,2,3 で2秒で下ろすって感じになります。 1,2,1,2,3,1,2 という形で2秒で上げて、で3秒キープで2秒でかけて、で下ろすっていう感じで、これをトータルで10回、で左右にしっかりと、筋トレをしていくという感じですね。やっていきます。でちょっとここで注意点なんですけども、骨盤がですね外側に開いちゃう方いらっしゃるんですが、しっかりとポジションを取っていただきたい。つまりしっかりと股関節だけを動かす、外側に開いていくっていう形にしていただきたいので、しっかりと、この上体と骨盤の位置を保ったまま足だけ外側に開くっていう動作をですね意識してみてください。はい、というかですね、はい、今支えているように時々骨盤の位置もね、チェックしていただきながらやっていただくのはいいと思います。はい、しっかりと開いて開けるという感じですね。終わりましたら、お尻のストレッチということで、こういうふうに足を組んであげて、まあ、30秒間ストレッチという感じです。
はい、皆さん矯正筋トレお疲れ様でした。はい、まあちょっと僕の経験ではですねお伝えしますと、もともと僕リハビリのデイサービスのトレーナーとしてですねちょっとやってたんですけれども、まあ結構ですね膝関節症、膝変形性の膝関節症で痛みが悩んでる人もね結構多くてですね、でその方のちょっと特徴なんですけども、やっぱりですねこう前重心には杖で歩くじゃないですか。で、前重心で重心をこういってるわけなので、なんか骨盤がですね、ちょっとややこう前傾って形になってるんですよね。骨盤が。で、その上で、なんかその骨盤がですね、ここ開いてる感じがしたんですよね。で、要するに、やっぱりこれって、まあ、先ほどね、お伝えした通りなんですけども、股関節がやっぱちょっとアダッキューな状態でこう広がってる感じ。で、その上で、O脚になってるっていう感じなんですね。まあ結果的にそれやっぱり膝の痛みっていうところに繋がってるっていう感じがね、しました。なのでやっぱりその骨盤の状態っていうところで、やっぱりその仙骨っていうところで股関節しっかりとはまってる状態。これがやっぱり、O脚の、改善に繋がるというところなんで、皆さんちょっとこれ改めてね、僕の体験談を踏まえて、お伝えしました。まあちょっとですね、ロム運動、まあ足回し、上体倒しで矯正ができないぐらいの痛みを持ってる方で、やっぱりね、それちょっと、最初にやっぱり病院に行って、でその痛みの状態っていうのをチェックしていただくという状態ですね。でやっぱりですね、もう変形がもう過度に、行き過ぎてしまうとそれがもうかなり痛いと。なので背骨コンディショニングで提供しているロム運動ができないぐらい、痛みがあるっていう方はね、それはまず背骨コンディショニングやるんじゃなくて病院に行っていただいて O脚の状態、体の状態チェックしていただくってね、これ必須になりますのでご了承のお願いいたします。はい、じゃあ皆さん最後になりますけどもね、O脚改善にはまず矯正と筋トレ、これが大切になります。で今日はちょっとですね、足回しとか上体倒しとかそういった緩める体操、まあロム運動ですね、これちょっとご紹介しませんでしたけれども、背骨コンディショニングでは緩める、矯正する、筋トレ、この3つのプログラムがあって初めて O脚の改善につながるということなんで、皆さん今日ご紹介しませんでしたが、足回し上体倒しでやって、まあ矯正で筋トレっていう流れでね、ぜひやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、皆さんこの動画を見ていいなと思った方は、ぜひいいねボタンと、あと、こういったですね、姿勢改善、まあ O脚改善ですね、そういった改善につながる、動画をですね今後も配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ということで、皆さん次回の動画も楽しみにしてください。本日も動画をご清聴ありがとうございました。